マレーシア航空2133便着陸失敗事故は1995年9月15日に発生した航空事故。小滝ナバル国際空港発タワウ空港業だったマレーシア航空2133便がタワウ空港からの復興中に墜落し乗員乗客53人中34人が死亡した。この事故はフォッカー50で発生した初めての 機体損失事故だった。事故機のホッカー50は1990年に製造され、同年に初飛行を行っていた。当日、2133便には2人のパイロットと2人の客室乗務員49人の乗客が登場していた。2133便は飛行予定時間1時間ほどの国内便だった。天候も良く、指定にも問題はなかった。 2200メートルある滑走路17の末端から500メートル手前に着陸した。乗員は後に着陸時に機体の左側が衝突したと感じ小さな爆発があったと証言した。また何度か機体がバウンドしたとも話した。パイロットは復興を開始したが間に合わずスラム街に墜落した。パイロット2人と乗客34人の 計36人が死亡した。スラム街の45件ほどの家が被害を受けた。調査委員会は、パイロットが標準的な手順に従わなかったことと、意思決定能力の不足が事故の原因となったと結論付けた。報告書で、副操縦士が機長に危険な操縦を注意したり、操縦交代を申し出なかったことを指摘した。また、要因として管制官が適切な誘導をしなかった。 ことをあげた。ありがとうございます。